クネートラ県クネートラの町の廃墟クネートラ近郊のバレーカソンクネートラ県はシリアの14ある県の一つ。ただし県の大部分は1967年の第三次中東戦争と1973年の第四次中東戦争でイスラエルに占領、併合され、係争地、ラン高原となっている。面積は685平方キロメートルとする資料や 1710平方キロメートルとする資料がある。人口は6万9000人。県とはクネートラであるが、第四次中東戦争以降は廃墟となり国際連合兵力引き離し監視軍が、管轄するシリアとイスラエル間の兵力引き離し地帯にあるため、実際の県とは、ハーンアルナバに置かれる。シリア南西部の国境地帯に位置し、東はダルアー県に、北は レバノンとダマスカス郊外圏に、西はイスラエルに、南はヨルダンに接する。県内の地形の多くは、溶岩流が形成した高原であり、肥沃な土壌であることから小麦などの栽培が盛んだった。中世には、クネートラを含むシリア地方は荒廃した。近代に入りロシアなどから、オスマン帝国に逃れてきたムスリムの入植が、盛んになり多くの町や村が形成された。 中東戦争で大部分はイスラエルに並行され、ドゥルーズ派の農村がいくつか残るほかは、イスラエル人が建設した器物が、戦争前の村の跡地に建っている。ケント・クネートラは、第四次中東戦争後イスラエルからシリアに返還されたが、現在に至るまで廃墟となったままである。1970年代、イスラエル副首相を務めた、経験のある政治家、イーガル・アロンは、 ヨルダンが西岸地区の安定化を目指して、ヨルダンとの二国間交渉で国境を確定しようとした。アロンプランと呼ばれるこの計画では、西岸の大部分をイスラエル領とし、代わりにパレスチナ人密集地へのユダヤ人入植地建設は、避けて自治区を作るというもので、これに付随してイスラエル占領地のゴラン高原も含む、シリアのクネートラ県にドゥルーズ派国家を建国する案が、 あった。アロンプランは人口密集地へも入植地建設が行われたことで宙に浮いた。また、アロン死後の1981年にはイスラエル国会でゴラン抗原法が通過した。この法律はイスラエルの法をゴラン抗原地区にも適用するというもので、文面では併合という用語の使用は避けられたものの、事実上のゴラン抗原併合とみなされる。 イスラエルがゴラン高原から見下ろす国連の兵力、引き離し地帯とシリア側地区、クネートラ県には二軍が属する。ありがとうございます。